どうも、六六組のエンタメラブへようこそ。六六組のペチとケメロジとサクです。というわけで、海の始まり第10話感想考察動画よ。はい、ということでね、本日もこのドラマと全力で向き合っていきたいと思いますが、この10話は名前にまつわる回でもありましたね。そうだね、そうだね、うん、なんかね、海が1話で海さんずいって言った理由が分かって、まあ、それは水木の水という字とお揃いだよということが分かったと。なんかそこも良かったですね。ね、俺はそこ一個気になったのがさ、海ちゃんがそれを夏くんに説明してさ、同じみたいに言ってさ、夏くんがって笑ったじゃん。はい、夏くんさ、分かってたんだな。分かってた。じゃあ、山水イコール水っていうのが分かってたのかと。あ、俺、海水ってないって。あ、まあ確かに、ね。そう、海水ってなってたから、あ、海水で水で、あ、そういうことね。なめんなよ。俺、夏くん笑ってたかと思ったんだけど。めちゃめちゃなんか、そんなことない。そんなわけじゃないです。あ、マジ？舐めるなよ。いや、俺あんま山水イコール水だなってあんまパッとはなんなかったんですよ。まあ、僕の学年は。で、まあ、水木もさ、ちょっとだけお揃いって言ってたからね。あ、そうでしょ？そうそうそう。だからめっちゃお揃いなのはやっぱ角なんだよね。そうそうなんだよね。めっちゃお揃いなの。めっちゃお揃い。あともう一人めっちゃお揃いの気づいたの。え、誰だ？溝江さんだよね、やっぱね。水添さん、確かに。うみちゃんとめっちゃお揃いなの、その2人。さんずいだ。まあね、その辺もありますけど、この1話の伏線回収をね、10話でやるっていうのが、やっぱ考察ドラマとも言っていいぐらい、なんか伏線回収素晴らしいですよね。すごいね。はい、というところで、まあ今回のね、動画の題材はですね、お別れした夏と弥生の関係性についてもう一回語っていきたいなと。第9話でね、悲痛の別れを遂げた2人ですけどもね、この2人の今後の関係形成もね、また考察していきたいなと思います。はい、はい、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。というところでね、早速やっていきたいと思いますが、まあいきなりですけども、一言で言うならあれでいいじゃんと僕は思いました。はいはいはい、どうですか？いや、もうあれで、あれ以上もないんじゃないですか。そうそう、この関係でいいじゃんと思ったんですよ。まあなぜ思ったかをね、ちょっと紐解いていきたいと思いますが、まずはね、弥生と海ちゃんの関係見ていきたいですけど、まあ今回2人の会話でね、夏とお別れしたことをしっかり伝えてましたね。で、ママにならないのに対しても、ならないとね、しっかり言っていて、まあこの辺ね、オブラートに包むことももちろんできたけどもね、まああえて現実を見せるというか、なれないとかね、そういう言葉でもなく、ならないと、自分の意思でこれは決めたんだよって海ちゃんに伝えてたとこ、なんか夏と一緒でしっかり海ちゃんに対しても大人として向き合ってるというかね、真剣さを感じるね。そうだね、端的にストレートに言うっていう、なんか誠実さも感じます。そうだよね、言葉的にはちょっと厳しいかなとも思ったけどね、確かに誠実さが伝わってきたよね。そう、対等に向き合ってるし、あとまあ、ごめんって言わなかったのもまた素晴らしいなと。確かに、もちろんその弥生さんは悪くないから言う必要ないんだけど、でもやっぱ子供相手にさ、そういうまあ申し訳ない気持ちもあるからつい出ちゃいそうじゃん。でもそういうのもね、迂闊にそういった言葉を発さないでっていうところもやっぱ弥生らしいなというか、筋が通ってるなって思ったね。まさにそうだね。海ちゃんが悪くなっちゃうからね、ごめん。あ、そうだよね、謝るのも大変。確かに、謝られる方もな、ちょっときついもんね。で、その後にね、しっかり海ちゃんに対して、私は友達だよと伝えていて、会いたい時に会って、頼りたい時に頼る。家族に話せないことも友達に話せばいいんだよと。まあ、しっかりケアもしてた。っていうところ。まあ、なんか、この二人の関係としては、あるべき姿になったかなっていう感じはしたかな。そうね。これがね、弥生さんも心の底から海ちゃんのママになりたいとか、そういう気持ちだけならね、まあそっちに進めばよかったけども、しっかり自分が苦しいっていうのを第9話で言ってたからね。まあその辺を考えると、あの二人の関係っていうのは友達っていうのが一番なんか俺の中でしっくりきた気がしたんだよね。そうだね。あと弥生さんもなんかすっきりしてるよね。いや、そうそうそう、感じが。そうなのよ、あの重苦しい感じが一気になくなってクリアになったなって感じするからね。めっちゃ思う。第10話見て今までで一番なんかいい顔してたよ。いや、そうだよね。そうそうそう、だからね、本当になるべく姿になったんだなって感じはしたかな。そうね。では次、夏と弥生の関係を見ていきたいと思います。まあこれもね、さっき言った通りこのままの関係でいいのかなと10話を見て思いました。まあまずね、海ちゃんとの生活を優先する中で会社を辞めるかどうかをね、夏は弥生に聞いてたけども、まあそれに対してね、まあ弥生もおせっかいとは言いつつね、なんかしっかりやっぱり夏のこと分かってるなって回答はしてたし、別に説教臭くなくね、しっかりなんかツボを押したようなアドバイスをねしてた感じがするから、なんかあの二人の関係もあのままでいいのかなとは思ったかな。そうね。で、こっからね、ちょっと持論なんですけど、
あの元カノと元カレの関係が続いていい条件っていうのが俺はあるなと思ってて、うん、やっぱりね両者の気持ちが同じ場合のみだと思うんだよね、うん、はいはい、うん、でこの両者の気持ちが同じっていうのは基本的には2パターンあると思ってて、うん、両者とも未練や後悔がない、うん、まあ、いわば両者とも復縁を望んでいないパターン、うんうんうん、そしてもう一個は逆だよね、二人とも未練や後悔があって二人とも復縁したいなと思ってるパターン、うん、この二つに当てはまるならば元カノ元カレ同士も別に関係が二人がいいなら続いてもいいのかなって僕は思ってるんですよ。でそれで言うとこの二人っていうのはまあ前者かなと思ってて、まあ両者とも復縁をある意味望んでない二人なのかな、うん、いう感じはしてるんだよね、はいはいはい、うん、っていうのもねやっぱ2人の会話とか表情からそれが10話で僕は感じました、うんうんうん、やっぱね未練ある人だったら2人の別れ際の感じとか、うんうん、ああはなんないよな、はいはい、うん、あと声のトーン、そう、はいはい、夏はねもう少しなんか未練ある感じになるのかなと思ってたけど、うん、夏ももちろん好きな気持ちはあれど、うん、もう海ちゃんとのことを全て考えてて、うん、前に向いてる感じがしたから、うん、あの二人ならいい関係として続いていけるんじゃないかなと思ったかな。まあそうだね、うん、でも俺それも今はねって思うんだよね。そうなんですよ、だよね、なんかやっぱり結局那須くんはさ、うん、もう本当に海ちゃんのこととかさ、うん、まあ、今後のことがあるから、うん、もう結構こなさなきゃいけない助けが多いじゃん、だからまあ弥生のこともやっぱショックではあるけども、うん、やっぱ現実が立ちはだかってるから、うん、そっちに必死になるわけで、そうなんだ、うん、だからそれがいろいろ落ち着いて、うんうん、まあ極端な話数年後とかになったらやっぱりまた弥生さんは心に浮上してくるのかなと思って、いやそこはあるよね、うん、でも全然そうなってからねまた二人が惹かれ合ったならね一緒になればいいし、うん、ね、まあ、思うからね、うん、今はこれが最適なんじゃないかなと思うよね、うんうんうん、そうこの二人のやっぱ少々複雑なポイントは好き同士ではあるっていうところ、あ確かに、うん、その気持ちだけでは進んでいけないからこそこの道を選んだからね、うん、そこに何か揺らぎがどちらかだけにあったら、うん、結構良くない関係になってきそうな気がするな、うん、いや怖いもんで、やっぱこの、まあ、ちょっと失恋したのはあるじゃないですか、はいはいはい、で特にやっぱ夏くんに関するとやっぱその傷、うん、絶対あるんだけど、うん、海ちゃんをちゃんとこう育てるとか、はい、2人で暮らすっていうのにこう麻酔かかって痛みに気づいてないわけですよ。いや、そうだね。だから先輩言ってたじゃないですか、はい、お前恋愛の痛でないのかよって、ね、ちょっとないわけないよ、いや普通あんのよ、うん、でもそこを今麻薬があってるか感じてない、だからそれが切れてくるとやっぱ来ますからね、確かに来るの、うん、でそこで壊れるかどうかですよ。いやそうだね、うん、確かにいろいろ落ち着いてから来そうだよね、そうなんだ、今もう訳がわからんから、そう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 、そのとこ考えてらんないで意外に楽なのかもしれない、ふと風呂入っ、うん、風呂とか入ってたら弥生いいなとかなるじゃん、風呂ってダメなのよ、あら風呂ってね、うん、弥生いいなってなるよね、そう、うん、集中できる、わかるわ、はい、まあこの辺ね、そうケメの言った通り今の段階ならいいから、そう、うん、会っててもいい気はするけども、うん、どっちかが何か芽生えたらきっぱりね、うん、関係を切るのも2人のためでもあるのかな、まあそうだな、うんうん、どっちかだけだったらね、うん、うん、っていうとこですかね、うん、はい、であとねちょっと今日の題材からは少しずれるかもしれないんだけども、弥生さんは水木の手紙に書いたって自分の言葉を覚えてるかどうか、うん、前々回の動画で多分その辺語ったと思うんだけど、うん、まあ、ちょっとこの10話でもそんなようなポイントがあって、今回ね水木の手紙に書いてあった部分を夏に伝えたシーンあったじゃないですか、うん、であれが誰も傷つけない選択はないけども自分が犠牲になればいいってことでもないって言ってて、うん、でこれ最初聞いた時にこれ弥生の言葉じゃんって思ったの、うん、でっていうことは自分の言葉はそこで言うわけないからやっぱこれ気づいてないんじゃないって思ったんだけど、うん、6話見返したら一応あの部分っていうのは弥生が綴った言葉ではなかったですね。あ、そうなんだよ、うん、あの部分は言ってないんだよね、あの後からの部分を言ってるから、うん、ここに関しては弥生も自分の言葉ではないんだよ、あそこ、あ、はいはい、そうだから正確にはね弥生が気づいてるのか気づいてないのかっていうのは答えは出ないんですよ、あの場面だけでは。なるほど、うん、でそうなると水木の言葉を夏に送ったってこと、もうあそこはシンプルにそうだと思う、うん、ただねやっぱ僕的には10話を見て思ったのは覚えていても覚えてなくてもやっぱり弥生の決断っていうのは変わんなかったと思うし、うん、もはや覚えてなくて今後何かのタイミングで私の言葉で海ちゃんを産んだんだってなったとしても、うん、僕は弥生はもう戻らない気がしたから、うん、ってぐらい決意の強さを感じた。なるほどね、まあね、確かにその友達っていう絆ができたばっかりに、うんうん、割とその埋めれるんだよね、海ちゃんに対しての気持ちとか、はいはい、その、まあ、ちょっと申し訳なさもあるだろうけど、うん、けどやっぱそこでカバーして、やっぱその
一番楽だしね、自分からしても。いや、そうだと思う。お母さんになりすぎるとやっぱ責任とかいろいろまたいろんな、ね、現実問題来ますから、はい、やっぱ友達って一歩ね、うん、外れたとこから見守る、関わるっていうのは、そうだと思うんだよね。弥生さん一番実力を発揮しますよ、うん、いや、そうそう、発揮してたよね、まさに、ね、してた、うん、で、何より弥生本人も二人のことを傷つけたとは思うけども後悔はないって言ってたから。そうなんだよ、まあ、あれが全てかなとは思う。確かに、うん、で、ケメも言ってたけども10話にしてなんか一番無理してない弥生を見れた気がしたね、そうだね、っていうところ、うんうん、とかを見ると僕は戻らないのがまあ旗から見るといいのかなとは思ったかな。そうだね、思い悩んでる様子とか一切なくて、うん、そうそうそう、それこそね、ナスと別れた後なんかね、うん、ちょっと考えてる様子とかが映ったら心配になったけど、ね、全くなかったからうんって感じだったもんね、うんうん、というところを見ると弥生はある意味幸せっていう方向に向かってってる気はするからね。はいはいはい、うん、だから次回ね、夏もそっち方向に進んでってもらいたいというか、うん、で夏の幸せが最終回への課題みたいなことにはなってくるんだろうね。そうだね、うん、っていう感じです。はい、もう戻らないって方向でいいと思いますか？大丈夫ですか？いや、全然いいと思うし、そうだよね、10話見てそうだよね。そう、逆にこれで戻るってやったらみんながっかりするんじゃない？いや、なんかね、せっかくいい感じにさ、収まったのにね、うん、9話の時点では戻ってくれとか思ったけど、思ったけど、うん、10話見てやっぱこっちの気持ちのみって言ってもいいぐらいかな。ね、ほんとね、うん、はい、まあ、あとは家族の在り方とかが描かれるんじゃないですか。そうだよね、あかねさんも含めてやっぱ月岡家との家族とか、そういうなんか、まあ、みんなでね、そう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 、うん、大きく広く家族になっていくっていう。そうだよね、うん、弥生も含めて、うん、新しい形っていうのを見つけて、だから俺は弥生は最強の外野になった気がするんだよ。ああ、イチローじゃない？そうです。エリア弥生。エリア弥生だ。2006年ぐらいのイチローになりました。最強の外野ですね。はい、ということでね、うん、第11話、やっぱ結構しんどそうな回なので、そうだよ、まあ、ちょっとあとは夏がどう幸せに向かっていくか、海、はい、ちゃんとどうやって生きていくか、はい、その辺を見守っていきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。というわけでね、僕らはサブチャンネルね、個人チャンネルもやっておりますので、そちらのチャンネルも見ていただければと思います。というわけで、以上、ラクラクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいななんて思ってくれた方は、ぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで、最後に、ケメロジェン。はい、ケメロジェがもし未練タラタラで別れた彼女ともう一回会えるという時どんなアピールをしますか？まあお前だけじゃないんだぜっていう。あ、逆に、うん、そんな余裕ある感じ。あ、できんの？いますよ。あ、できんの？いや、そっちがいいんじゃない？おお。って思いました最近。